新入生の皆さんこんにちはそしてご入学おめでとうございます私たちは東京大学音楽部男性合唱団コールアカデミーです東京大学音楽部男性合唱団コールアカデミー略してコールアカは東京大学唯一の男性合唱団ですこれまで式典での演奏を担当してきており去年100周年目を迎えました 今年は年末の100周年記念演奏会の開催を目標に、現在はオンライン練習を中心に活動し、状況が落ち着けば対面練習を行う予定です。また、コルアカではプロのボイストレーナーに指導をお願いしており、比較的少人数の団体のため、一人一人が充実した指導を受けることができます。コルアカでは合唱経験の有無に関わらず、歌を上達させる環境が整っています。 それではここからはコールの推しポイントをご紹介しましょう。コロアカでは伝統的にカウンターテナーという特別な歌い方に大学合唱団では国内唯一取り組んでいます。中世ヨーロッパの教会音楽で男性が高音域を演奏するため用いた歌唱法を用い毎年ルネサンスの宗教曲世俗曲を演奏しています。また同じく音楽部に所属する女性合唱団 コーロレティアと合同で演奏すする機会もあります例年定期演奏会で合同ステージを行うほか11月のコモ祭で共同で合唱喫茶ツッティも出展しています男性合唱も混成合唱もやりたいという人にぜひおすすめですコールアカデミーは2020年に100周年を迎えましたそして長きにわたり 入学式など大学の式典での東京大学の歌の演奏になってきました今年は残念ながら現地で皆さんと一緒に歌うことはできませんがぜひこちらも YouTube にアップされている東京大学の歌ただ一つ大空との演奏動画を視聴してみてくださいまた大空とのリモート合唱企画も用意してますのでぜひ新入生の皆さんも一緒に歌いましょうここからは参考として例年の活動予定をお知らせします 先ほど述べたコムバ祭以外の主な行事として、毎年春と夏に行われる合宿と定期演奏会についてお話しします。例年、夏と春に行われる合宿では、演奏会に向けた特別な練習を行います。たくさん歌いますが、花火やバーベキュー、最終日の打ち上げなど楽しいイベントも盛りだくさんです。12月には定期演奏会を行います。 1>, 1年最大のイベントで今年の100周年記念定期演奏会ではなんと作曲家の方に新しく作っていただいた曲を新入団員の皆さんと一緒に世界で初めて演奏することになりました去年は残念ながら実施できませんでしたがぜひ今年こそ成功させたいですでは最後にこちら今後の新刊練習の予定をご紹介しましょう基本的に平日火曜日金曜日 にオンンライン上での練習土曜日に外部施設を利用して対面練習を行っています。また火曜金曜のオンライン練習では、履修のこと、サークルのこと、何でも相談ができる個人相談会の時間も用意していますので、ぜひご参加ください。その他にも新入生の皆さんと一緒に東京大学の歌、大空とリモートで歌おうという企画も用意しています。 我々音楽部合唱団は毎年入学式で大空と演奏してきましたが今年は残念ながら皆さんと一緒に武道館で歌うことができませんそこで各自で録音した音源を編集して一つの合唱にしようということになりました楽譜が読めなくても大丈夫一緒に練習して音を取りましょう多くの人の参加をお待ちしています高校まで合唱をやってきて大学でも続けたい人大学では新しいことを始めたい人 男性だけでなく、混成合唱にも取り組みたい人。多くの人に楽しんでもらえる環境がコールアカデミーには用意されています。ぜひ一度練習にいらしてみてください。一緒に101年目の歴史を作りましょう。またこちらの連絡先にぜひ気になることがあれば連絡をしてみてください。Twitter、LINE の方でも情報を発信しています。そちらの方もよろしくお願いいたします。